本殿あすか湖神社は、大阪府羽びのしあすかにある神社。式内社で、旧社格は孫社。現在は、スサノオの命が祭人となっている。これは、江戸時代に、小津天皇が祭人となっていたため、神仏分離の際に、スサノオの命に改めたものである。当地は五世紀に、人質として献上され捕来したく王族、根気王の子孫であるあすか戸作り士族の居住地であり、 本来は、アスカト作りの創新として、根気王が祀られていたものと考えられている。三国式のくだら本義には、根気王は、有心時代の初めに、くだらで没したとあり、根気自身は帰国したとしても、その子孫が日本に残留したものと考えられる。なお、付近にある、新宮古墳群は、アスカ作り氏族の母域とする説がある。国式では、アスカ 河内国式内社目録広報では、くだらし蘇神族賞証名彦命、神社養録では、くだらし蘇神名つまびらかならずと記している。創建は不詳。国史の初見は、日本三大実録上元元年8月13日上、聖四位下の神会を授けるという記述である。演起式神明帳では、河内国安宿群安鹿子神社と記載され、名神大社に列している。 江戸時代までは、神宮寺として行記が回帰した常林寺があり、聖武天皇の直眼書とされた。明治初年に孫社に列格したが、明治41年に近隣の八幡神社に合祀された。昭和27年に分祀され、旧社地の近くに再建された。近畿日本鉄道南大阪線上の大使駅下車。ありがとうございます。